201号では補助エンジンを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ11の光ファイバーの先端に接着剤を塗り、パーツ06のノズルに差し込んで接着します。これを3組作ります。次に組み立てた3個のノズルをパーツ04の左補助エンジン基部に差し込んで接着します。続けて3本の光ファイバーの先端から4センチのところにパーツ09の EG のシールをそれぞれ巻きつけるようにして貼ります。次に補助エンジン基部をパーツ01のエンジン部鑑定パネルにはめ込んで接着し、パーツ13のネジで固定します。次に左側と同様に光ファイバーの先端に接着剤を塗り、パーツ06のノズルに差し込んで接着します。これを3組作ります。次に組み立てたノズル3個をパーツ05の右補助エンジン基部に差し込んで接着します。次に光ファイバーの先端から4センチのところに EG のシールを巻きつけるようにして貼ります。次に組み立てた補助エンジン基部をエンジン部鑑定パネルにはめ込んで接着し、パーツ13のネジで固定します。次にパーツ10の LED カバー5個をパーツ08の基板にはめ込んで接着します。次にパーツ02の基板ケース A に基板をはめ込み、さらに基板ケース B をはめ込んでパーツ12のネジで固定します。次に組み立てた基板ケースをエンジン部鑑定パネルにはめ込み、パーツ12のネジ2本で固定します。次に左右の光ファイバー3本ずつをそれぞれまとめてパーツ07の固定部品に差し込み、基板の EG と書かれた穴にそれぞれ差し込みます。これで201号の作業は終了です。